なんか正直もう今回インパクトパッと映った時に3秒で一発で分かる。シンプルに言うと見た目ドーンじゃないけど、ダイヤモンドレッドパイソンを屈伸した時にこの鱗がまるでこう動いているように、本当の意味で蛇腹ですよね。こちらはクロコダイル、説明不要のこの立体感と圧倒感って言いますか。エナメルの缶のレザーパッチ、これ僕結構思い入れがあって、百貨店さんとかもうどうしてもセレクトショップさんだとかってなるとリスクがあるものってなかなか置けなくなってるんですよね。そういうものこそなんかゾクゾクするようなかっこよさがある。結局自分が履きたいから自分が履く。なんかそうすると展示会でコレクションであるんですかだとか、え、これって発注できるのか、そういったことを聞かれるたびに出てないんですっていうのを、それでこう悔しい思いをこうまた繰り返していく。通常のメニューではないんですけれども、本当に裏メニューだけで限定枚数としてそれぐらいの数量しかできないと思うんです。まあ、皆さん興味がある方はぜひ見てみてください。こんにちは、ファガッセンデザイナーの青木俊樹です。今日はですね、僕が履きたい今日のデニムレッドジャニュアリーを紹介していきたいと思います。まあもうプライベートなものなんで僕のパンツですっていうなぜなんかこれ言ってるかというと、あのファガッセンのコレクションをバーッと展示会に持っていくじゃないですか。もちろんコレクションを僕は見てほしい。でバイヤーさんといろんな国のバイヤーさんと話をする時よりですね、こんな質問が来るんですよ。これもいいし、今のこのトシキが履いているパンツのこの雰囲気に寄せれるとか、なんか、あ、今回これオーダーするよ、あとさっきから何回か見てるんだけど これってこの色もあるのかだとか、バイヤーさんがね、僕が着てるものにこう注目することがあるんですよね。まあ、もちろんとても光栄なこと。プライベートコレクションっていうのを次のコレクションに臨むために、まあデニムなんでね、まあもちろんこう育てていくっていう意味合いも含めて、結構コレクション作るときって集中してバーってそれこそ1ヶ月にバーっとこう作っていくんですよね。なので、次のコレクションのために、お準備するためにまずは自分でこのテーマ性となるものをちょっと履いてみて、よし、これをこう体感しながらこの色で良かったのかな、この質感で良かったのかなっていうふうに2月準備していこうと、そういうふうに思って、まず、今年の第1弾レッドジャニュアリーっていう、これからまあこういったプライベートコレクションっていうのを、まあ、自分のペースというか、このプライベートコレクションっていうのを実現できたら面白いなとは思うんだけれども、今までもちろんファガッセンのパンツってすごいこう緻密なところをやっぱり狙って僕自身も作ってた。ここのところでこういう風になんていうかな、いろんなパン製品を作ってきたから、どうしてももっと変化球でいきたいな、変化球からまた変化球でいきたいなみたいなのがあったんだけど、なんか正直もう今回インパクトもう一発で分かる。まあそれこそ3秒でパッと映った時に、あ、もうこれだって思うようなインパクトを残せるようなものにしたいなと思って、だからもう横糸とかももう全部取っちゃってます。ただしわざとらしくならないようにこういうグラデーションの、パイソンを使ってるんですよ。ちょっと濃い赤から中心に行くことで、薄くなっていく。それがこうデニムパンツとこう調和しているんですよ。デニムパンツを加工するこすりを入れる時も、内側に行くごとにこすりを強くしていく。サイドはやっぱり締めないといけないので、サイドはこう濃さが若干残ります。そういったその色合いを計算された色合いと調和させるような、レザーの当て方、そして屈伸した時にこの鱗がまるでこう動いているように、本当の意味での蛇腹ですよね。でこちらはクロコダイルレザーのものですね。もう説明不要のこの立体感と、この布の
ものすごいこう圧倒感っていうんですか、僕がこう屈伸した時に伝わるかなと思うんですけど、で光沢感と光の反射がものすごいこう高級感を与えてくれているパンツになってますね。まあ、今回リベットとかもいろいろこう特注で、まあ、クリスタルリベットって呼ばれているものなんですけれども、通常のものよりもものすごくこう光るんですよね。そしてここの下のところにセキュリティステッチって呼ばれて、感度目が通常入るパーツなんですよね、デニムパーツ。そこの位置にもリベットをしてます。でこれがちょっとワンポイントにキラッとなって T シャツの下から覗く位置につけてますね。そしてここの何よりも、もちろんファガセのパンツって360度かっこよくないといけないので、360度見てもらった時のこのバックスタイルもダイヤモンドレッドパイソンをこの切れ込みに、ファガセのシグネチャーのデザインですよね、ポケットの切れ込みに取り入れました。ファガセンっていいも悪いもこうファガセン流だったらこうかなとか、まあ、イメージがついているところはあるんですよ、うん、なんだけどもっと自由にしたいから、ロスエンジェルスっていうプロジェクトを僕は立ち上げたことがあって、いいも悪いもとらわれずに自由な発想でしたいっていう、意味合いを持ったプロジェクトとして、動かして、行っていたので、このロスエンジェルス のエナメルのレザーパッチがついた、こうエナメル の革のレザーパッチ、これ僕結構思い入れがあって、ですごく高級感があるんですよね。なんか黒いエナメルにこう白の、印字をしてるんですけど、ファガセのロスエンジェルスというラインですよね。このプロジェクトラインのこのレザーパッチを今回ちょっとつけてます。顔料スプレーを吹き付けをしているんですよ。で3色ちょっと実は見ると、青とちょっと黄緑と赤と、若干ちょっとストーンウォッシュで色を調整したこの渋い色のブラックデニムに、3色のスプレーとちょっとチラシを織り交ぜることで彩りを加えたベースのスタイルになってますね。百貨店さんとか、もうどうしてもセレクトショップさんだとかってなると、ある程度のこう品質のギャランティーっていうのも必要で、メンテナンスのギャランティーですよね。だからリスクがあるものってなかなか置けなくなってるんですよね。そういうものこそなんかゾクゾクするようなかっこよさがある、なんか尖ってるかっこよさっていうんですかね。お店には置けないんだけれども、そういうのってやっぱ悔しいじゃないですか。いいなって思うのになんでダメなんだろうってなんかそういう悔しい思いをしたことも過去あるんですよね。でなんかそういうものが結局自分が履きたいから自分が履く、なんかそうすると展示会でこれって発注できるのか、コレクションであるんですかだとか、出てないんですかだとか、そういったことを聞かれるたびに出てないんですっていうのを、それでこう悔しい思いをこうまた繰り返していく。だけれどなんかそういうクリエーションだからこそみんなに手に取ってもらいたいって真に思ってるんですよね。なので通常のメニューではないんですけれども、本当に裏メニューだけで限定枚数としてでしたらっていうことでできるかなっていうふうに思ってますので、皆さん興味がある方はぜひ見てみてください。